トコジラミ、トコジラミ、トコジラミ。学名、サイメックスレクトレリアス英語、ベッドバグとは、吸血性の寄生昆虫である。別名、南近虫、トコムシシラミと命名されているが、シラミ目ではなく、カメムシ目トコジラミ科の昆虫で捕食性のカメムシである、マキバサシガメ科などに近縁である。トコジラミ科の昆虫はすべて吸血性であるが、 そのほとんどは主に鳥類やコウモリ類を宿主とする。一方で本種及び近縁種の台湾トコジラミ、台湾トコジラミ、学名サイメックスヒミプタース、別名熱帯トコジラミ、熱帯南近虫、熱帯南近虫のみが人間を主な吸血源とする。同じカメムシメの昆虫にはシャーガス病を媒介するオオサシガメ類が存在する。しかし、 現在のところトコジラミが媒介する伝染病は確認されていない。トコジラミの体から B 型肝炎ウイルスなどいくつかの人間の病原体を検出した例があるが、いずれも実際にこれらの病原体を媒介しているという証拠は見つかっていない。成虫は5から7ミリメートル程度に成長する。不完全変態で幼虫と成虫はほぼ同じ形をしている。 また、成虫も羽を持たない。体色は、吸血前は、薄黄色から、やや赤葛色を提出が、吸血後は、吸血した血液が透けて見えるためより濃い茶色となる。成虫は卵型で、背腹軸に扁平である。台湾トコジラミとは、形態的によく似ているが、トコジラミは、全境の重横比が2.5倍程度であるのに対し、台湾トコジラミは2倍程度と少し細長くなっている。 オス星虫は腹部の末端がメス成虫よりも尖っており、末端によく発達したペニスを持つ。メス星虫には腹部第四節の腹側の中央より左に特徴的な切れ込みがある。交尾の際にオスはこの切れ込みにペニスを挿入しメスに精子を提供するギャラリー参照。トコジラミは有志ともに吸血し、幼虫。 成虫にかかわらずその全生存期間を通じて栄養分を血液に頼る。成虫に至るまで5例までの幼虫期を経るが、幼虫の各例期に1回以上の吸血を必要とする。負荷から成虫まで約2から7週間かかるが、これは吸血、腹の有無や温度などに大きく依存する。飢餓に強く、実験室内での実験ではあるが18ヶ月間も、 無吸血で生存したという記録がある。トコジラミは普通夜間に吸血するが、厳密には夜行性ではなく、暗ければ昼間でも吸血することがある。普段は明かりを嫌い、壁の割れ目など隙間に潜んでいる。トコジラミは羽を持たないため自力では長距離を移動することはできない。しかし、人間の荷物、または輸送される家具などに取り付くことで、その分布を拡大する。 ボルバキアという強制細菌がいないと正常な成長や繁殖が困難であることが研究で明らかにされた。近親交配が不利にならず、日常的に行っており、一匹の妊娠したメスがいれば、その子供たち同士で交尾し、大規模に繁殖をすることができる。施行する際に唾液を縮主の体内に注入するが、この中に含まれる物質が引き起こす。 アレルギー反応で激しい痒みが生じる。俗に、刺されると肌に二つの赤い痕跡、刺し口が残ると言われるが、実際には刺し口は一つであることの方が多い。痒みは刺された当日よりも二日目以降の方が強い。思考の痕跡は一内し二週間以上消えない。2017年に、米国昆虫学会。 ジャーナルオブメディカルエンタ l ラジーに掲載された研究論文によると、アメリカ合衆国オレゴン州南部のペーズリー洞窟で見つかった五千百年から一万千年前の化石が、ヨサイコのトコジラミ、厳密には禁煙種の化石とされている。数千年前にヨーロッパ、アジア、アフリカで人がコウモリと同じホラー穴に住むようになり、トコジラミや熱帯トコジラミも人を宿主にするように、 なったとされている。1595年観光のイエズスカイイン、アンブロジオ・カレピノのラテン語辞書をもとにしたラホビ大悪辞書に、トコムシ、サイメックスの項目があるが、サイメックスとはトコジラミである。この頃すでに日本に侵入していた事実が伺われる。また1603年に刊行された日報辞書では、トコムシ、トーカーマキシーの項にカメムシを意味する。 オールーホの訳語が記されている。一方、トコジラミ研究に先弁をつけた人物と言われている、博物学者の田中義雄は、南京虫またトコジラミと題した報告を残し、繁殖状況、性質、駆除の方法などを述べている。同報告によると、南京虫は、明治維新前に幕府が、外国から古船を購入した際、その古船に潜んで、 日本に上陸したものであると言い,い、神戸港界隈に一番多くいたということである。このことは、トコジラミが、江戸時代の日本国内では一般には知られていなかったことを意味する。1878年に日本を訪れた旅行家、イザベラ・ワードは、著書、日本奥地気候、アンビティントラクス・イン・ジャパンで、行く先々の宿で南京虫による被害に遭ったことを記述しており、 当時すでに一般家庭や旗子などに蔓延していたことが推測される。終戦後も不衛生な地域や古い木造の建物、特に公衆の出入りするアンホテルや警察の留置場などには極めて普遍的に見られた外虫である。江戸川乱歩が改装期、我が青春期、1957年11月の中で状況ご住み込みで働いた。 印刷工場の寮で南京虫に悩まされたことを記している。だが1965年頃より使用され出した有機林系の殺虫剤がよく効き、1975年頃にはほとんど目にすることはなくなった。日本では普通は目にすることのなくなったとこじらみだが、今でも被害が時折発生している。神戸市内の寺の住職が、 鳥取県の三笹温泉にある旅館に宿泊した際、ダニに刺され、かゆみで葬式などの仕事ができなかったとして、旅館を相手に休業損害など、計157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2004年6月29日に、神戸地裁であった。裁判長は白らみ、保健所の鑑定により正しくは、とこじらみと判明したがいたことを認め、 旅館に医者料を10万円の支払いを命じた。訴えによると住職は、三笹町内の旅館に宿泊した際全身にかゆみを感じ、その治療に約2ヶ月かかり、1ヶ月以上休業したという。また近年では、近隣国の経済成長やビザの免除などによって、外国人観光客が増加したことによって、彼らの体や荷物に付着して、 母国から持ち込まれたトコジラミが宿泊した宿に入り込み、東京や大阪など都市部の宿泊施設を中心に、発生例が相次ぐなど、旅館経営者は頭を悩ませている。オーストラリアやアメリカでも、近年になって再び、トコジラミが大発生し、観光業界に大打撃を与えている。アメリカでは21世紀に入り、トコジラミの大発生が問題となっている。例えば、 サンフランシスコの衛生局では2006年にトコジラミの感染について2年前の倍以上の回数の報告を受けた。約50年前に DDT の使用によりほぼ根絶やしにされたトコジラミが新たに殺虫剤の薬剤体制を身につけたスーパーランキンム虫に進化したこと、害虫の防除に使われる殺虫剤が毒性の弱いものへと移行したことが最大の 原因ではないかと報道されている。アメリカで近年に採取されたトコジラミについて、薬剤感受性が調べられたが、ピレスロイド剤に対し非常に強い抵抗性を示した。住居では、畳の隙間やコンセントの隙間、壁の隙間、ベッドの裏、絨毯の裏、読まないで、長期間放置している見開き雑誌などに隠れていることが多いので、重点的に点検する。 ベッドの縁や壁の隙間などに半透明大円形の卵を産むが、卵をすべて発見し除去しないと再発生を繰り返す。薬剤の使用、エアゾール状の薬剤を通り道に散布する。絨毯や畳の裏などには、ピレスロイド系のフェノトリン、商品名、スミスリンなど、粉末状の薬剤を散布することが有効である。パラジクロロベンゼンなどの防虫剤を嫌うため、 旅行先などで付着されないためには荷物へ、防虫剤を入れる。ピレスロイドに耐性を持った耐性種への対策として、製薬会社では、オキサジアゾール系、メトキサジアゾンなどを配合することで対処している。また加熱乾燥車など熱風を利用した駆除も効果的である。アメリカ合衆国などでは、復活するフリルが使用されるが、強い毒性や温室効果などの問題がある。 南京虫の南京とは、江戸時代には海外から伝わってきた小さいもの、珍しいものにつけられる名だった他の用例として南京錠、南京豆などが挙げられる。この昆虫は海外からの荷物に付着して伝わってきたと考えられている。ただし、実際に中国南部の関東省からチャンス省にかけても多く生息しているため、 南京という地名に由来するとの説もあながち、間違いではない。中国語では、草虫と呼ばれ、本種を温帯臭虫、台湾とこじらみを熱帯臭虫と称して区別する。台湾とこじらみとの根性と思われるが、地方名に、アヌン、沖縄県石垣島、アヤヌン、沖縄県オバマ島、ヒーラー、チュクエビイラ、ヒトクイヒラ、シュリホー里方言、赤目、東京都、 八丈島などがある。布団やベッドに潜み、そこで被害を受けることが多いので、トコジラミや、口実のトコムシの名称が付いた。英語では、トコジラミ、台湾トコジラミともに、ベドバグの名称が使われるが、トコジラミを特に指す場合は、コモンベドバグという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。